湾の国産建造計画から5年1番艦が進水式を迎えた今年、オーストラリアの原潜建造が発表されついにイギリス BAE システム社との契約を締結にこぎつけました。今回はオーカスでのオーストラリア原潜建造計画を詳しく深掘りしていきますね。導入は2040年に導入ですが、うまくいけばいい。けど、フランスのような結果にならなければ。後で建造計画が持ち上がった台湾の方が先に通常動力型潜水艦を建造してしまった。原子力潜水艦建造は、かなりの歳月がかかりそうです。お足は欲しい。2023年10月1日、イギリスの国防省は、新型の攻撃型原子力潜水艦であるオーカス級の建造に向けて、同国最大の軍事航空関連企業である BAE システムズ社らと、総額で、およそ 39.5 億ポンド、日本円換算、およそ7215億円相当の契約を交わした。今回のこのオーカス級攻撃型原子力潜水艦の建造に向けての契約の内容には、同艦の詳細設計をはじめ、必要となる部品の調達費、建造施設に必要な設備の整備が含まれていると報じられており、今後も、さらなる追加の費用が見込まれる。イギリスの国防省が、今回の契約の対象とした企業は、前述した BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、バブコック・マリン社となっており、現行の同国海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦を代替するものとなる。イギリス海軍では、現行のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦を、2023年10月時点までに5隻就役させているが、さらに、6番艦アガメムノンを、2024年、7番艦エジンコートを、2026年をオモクトに追加する予定で建造中である。オーカス級攻撃型原子力潜水艦が特殊であるのは、このイギリス海軍の現行のアスチュート級の代替を担う艦である。同時に、オーストラリア海軍にも同級が導入される予定であることであり、自国での運用に止まらない点だろう。オーカス級攻撃型原子力潜水艦の開発は、現時点で2028年中に完了し、2030年代中盤以降に、アスチュート級の代替艦として、イギリス海軍への実戦配備が開始されることが予定されているが、オーストラリア海軍への導入はその後になる。具体的には、オーストラリア海軍が、オーカス級攻撃型原子力潜水艦の導入を開始する時期は、早く、とも2040年代に入ってから、こう止めされており、今が2023年であることを勘案すれば、まだ、17年以上の歳月が少なくとも必要となる計算である。オーストラリアは、2019年9月に、電撃的に、アメリカとイギリスとの3カ国間での新たな軍事同盟であるオーカスの結成を宣言し、日本を含む世界各国を驚かせたが、これに基づいて、これまで保有、運用を行っていなかった攻撃型原子力潜水艦の導入に舵を切った。それまでのオーストラリア海軍の潜水艦戦力といえば、現行のスウェーデンのコックムス社製で、スウェーデン海軍も採用している通常動力型の攻撃型潜水艦のメステルイエトランド級を大型化したコリンズ級を、6隻装備している状態だった。コリンズ級は、水上排水量3051トン、水中排水量3353トン、全長 77.8 メートル、全幅 7.8 メートル、喫水 6.8 メートルの規模を持つディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦であり、その範疇では比較的大型ではある。このコリンズ級は、全6隻が1990年から1995年にかけて寄港され、1996年から2003年に実戦配備が行われたが、2010年代に入って、代替艦の選定作業が進められ、2016年4月には、フランスのシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に換装する案が採用された。この時は、日本の、そう、流型やドイツの214型をベースに大型化された通常動力型潜水との比較対象を行った上で、フランス案が採用され、オーストラリアでは、これをアタック級と名付けて導入する契約を締結することを選択した。
当時のオーストラリアは、国内法で原子力を使用する軍事兵器の導入を禁じていたため、フランスのシュフラン級も、本国使用は原子力推進方式であるもにかかわらず、これを対通常動力型に換装するという、使用で提案が行われたものだった。一時期は、アメリカの政治的な推奨もあり、日本の双流型が採用される可能性についても期待がされたが、オーストラリア側は、自国の製造業の保護の一環として、自国内での建造に重きを置いていたとも言われ、実現はしなかった。オーストラリアは2018年時点で、このフランスのシュフラン級を、通常動力型の攻撃型潜水艦としたアタック級を、総数で12隻調達する計画で推進していったが、大元のシュフラン級の建造はフランス本国でも遅延してしまう。そのため、オーストラリアのアタック級に関しても、スケジュールの遅延や建造費の高騰がたびたび報じられる事態となり、今になって考えれば、後に、オーカス級攻撃型原子力潜水艦の導入に切り替える予兆は多数見受けられたと感じられる。しかし、そもそも、オーストラリアがアタック級に求めていたものは、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、連続潜航時間の確保や、それに伴う行動範囲の広さであり、あくまで国内法で禁じられた原子力の軍事兵器の採用に照らした上でのスペックの確保だった。オーストラリアは、その地理的な自国の環境ゆえに、第二次世界大戦時に日本からの攻撃を被って以降は、近隣に自国を攻撃する可能性のある国家はほとんど存在しないという恵まれた状況下にあったと言ってよいだろう。そうした状況に変化が生じてきたのが、まさに中国の軍事力の増強による、同国の南シナ海の大半を支配下に置かんとする態度の顕在化であり、2016年にフランスからアタック級の調達を決めて、以後もその傾向はさらに顕著になっていった。そのため、オーストラリアはとしては、通常動力型の攻撃型潜水艦をアタック級として配備したとしても、懸案である南シナ海までを作戦行動範囲とするには、あまりにも戦力として不十分であるとの認識の変更がコンセンサスを得た。それまでのオーストラリアは、正直に言えば、個人的には、中国の持つ経済力に取り込まれており、自ら、その勢力圏となることを歓迎するかのような政治的な体制にあったが、新型コロナウイルスの件で、中国の危険性にようやく気づいたのだと感じられる。そのような国際的な環境の変化を察知して、南シナ海のほぼ全域が中国の支配下に収まることに危惧を覚えたオーストラリアの判断は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面で中国の圧力にさらされている日本にとってもプラスに働くだろう。しかし、前述したように、オーストラリアがイギリスが主導するオーカス級攻撃型原子力潜水艦の導入に至るのは、早くとも2040年代であり、この期間のつなぎとしては、アメリカから、現行の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、最大5隻ほど購入すると言われている。ただし、昨今のアメリカの潜水艦の新造や大規模改修については、自国分も十分に充足できているとは言い難いとするニュースが多数伝えられており、実際に、オーストラリアが、バージニア級の新造艦を無事に調達できるのかも、楽観視はできない可能性がある。まあ、そこに対しては、アメリカも、自国の体制強化と並行して、オーカスの締結を通じて、南シナ海の中国による支配権の確立を防止することに取り組む姿勢に期待するしかないが、ここ数年で、その状況はつまびらかになるのだろう。オーストラリアが、従来の国内の制限を取り払って、オーカス級攻撃型原子力潜水艦の導入に動き出したことによって、日本の一部でも、同様に、原子力潜水艦の保有を進めるべきだとする意見が、ここのところ増加しているように見える。現在の日本の海上自衛隊は、実戦配備された22隻の潜水艦隊を運用し、2隻の練習艦も保有しているため、実質的には、24隻体制にほど近い通常動力型の攻撃型潜水艦を備えており、ここに原子力潜水艦を加えるべきか否かが焦点となっている。
原子力潜水艦の持つ連続潜航時間の長大さや、それに伴う行動範囲の広さは、通常動力型を大きく凌駕していることは間違いないが、最新型の大鯨型でも、およそ800億円ほど建造できていることと比すれば、建費コストは、優に、5倍以上は必要になるだろう。また、日本には、潜水艦用の原子炉を自前で完成させるノウハウや技術の習得には時間を要すると考えられるため、現実的には早期にその能力を確立することは困難と思われ、やはりアメリカ等の支援が必須になると思われる。日本よりもはるかに国家としての経済的な規模が小さなオーストラリアでも実行しようとしていることから、費用的な問題はクリア可能かもしれないが、費用対効果に見合うか否かについては検討を重ねる必要があるだろう。